吉泉秀夫は、日本の政治家。社会民主党所属の衆議院議員。山形県議会議員。1948年に、山形県東田川郡天目町大麻、天目麻町で生まれる。1972年3月に、山形県立坂田商業高等学校を卒業し、天目町役場に入所。1989年9月に、 山形県議会議員選挙補欠選挙に立候補するが落選。以後3回立候補するがいずれも落選している。1997年2月の山形県議会議員選挙補欠選挙で初当選。2007年4月の山形県議会議員選挙で落選するまで3期務めた。2008年7月に 山形三区の社民党公認候補者に認定。2009年8月30日実施の第45回衆議院議員総選挙では民主党と国民新党の推薦を受けたが自由民主党前職である加藤孝一に敗れた。しかし、比例党北ブロックにおいて同党比例名簿搭載者の中で赤配率でトップとなり復活当選した。その後、 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で落選。2018年6月15日21時56分、胃がんのため、山形県酒田市の病院で死去。69歳没。のぶ16位、朝日小受賞追贈。不法、吉泉秀夫さん69歳イコール元社民党。 衆院議員毎日新聞2018年6月17日県議選省内参選局の開票結果省内日報2016年6月19日閲覧東北時期総選挙座選挙じゃんじゃん全国政治家データベース山形省選挙区開票結果総選挙2012読売新聞2016年6月19日閲覧 吉泉秀夫氏死去イコール元社民党衆院議員、時ジ事ジトコム2 0 1 8年6月18日、ジョイジョ君、読売新聞2018年7月14日、長官 ABC、2012衆院選、東北ブロック社会民主党、吉泉秀夫。 毎日 j p h t t p s e n k y o m a i n i c h i j p 4 6 s h u k a i h y o h h i m e c a n h t m l m i d イコール d020060010032014 年12月18日、閲覧。ありがとうございます。